じゃあなんか別れたじゃないですか。私本当に別れたんですか。本当に別れました。やっぱりそこははい本当に別れた。何このネタ戻ったりするんじゃないですかね。でもなんかやっぱさ、もちろんね、嫌いで別れたとか全然なくて、あの本当に話し合って円満でなんか、うんうんうん、お互いを思い合って別れたっていうような感じなんですよ、うん、でやっぱもちろん好きな気持ちとかもあるんだけれども、うん、やっぱ別れたってことは、うん、うまくいかなかったから恋愛ではね、まあ、そう別れたわけであって、うんうん、そうでもやっぱさらに好きではあるから、うん、ただ今戻ってもさ、うん、繰り返しというかうまくいかないと思ってて、やっぱお互いに必要なのは、まあ、私に必要なのは、まあ、自分の成長だとか、うんうん、そうやっぱなんかそのね、やっぱサポートするにはやっぱそれなりの、うんうん、やっぱ自分も大きくなんなくちゃいけない部分っていうのあるから、うんうん、今戻ってもきっとうまくいかないからこそ、将来は分かんない、うんうん、数年後とかは分かんないけれども、ただ今は、うん、しばらく一人にしようと、はい、うん、悲しいね。これ私の口から説明させて、なんか、あの、まあ、別れたんですよ。うん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 、で、別れて、うんうん、で、その、彼氏と一緒にね、うんうん、なんかその、やっぱ、タイの旅行に連れてってもらったりだとか、うんうん、まあ、記念日が近かったりだとか、あと、やっぱ2月ってバレンタインじゃないですか。うんうん、だかそれで、あの、感謝の気持ちっていうことで、うんうん、あの、旅行をね、ちょっと用意してたんですよ。うんうん、あ、二人で行くっていうこと。そう、二人で行くっていう。それをしてなかった、本当に。初めてです。そう。で、それは本当に影響でだったんだけど、うんうん、でも別れてしまったので、うん、でもかといってさ、旅行さ、うん、ドタキャンとかさ、あね、そうやっぱ、キャンセル代かかるし、ね。キャンセルかかるし、迷惑かけちゃうから、あの、まあ、慰安旅行じゃないけど、うん、もうその、しんちゃんと、うん、しんちゃん連れて、まあ、動画の撮影がてら、別れたばっかだし、うん、だそういう感じで、まあ、動画の撮影も兼ねて、うん、癒されに行ったわけですよ。うんうん、沖縄に、うん。で、なんかもう、やっぱいろいろ語ってたの本当に、うん、なんか今回の恋愛についての、うん、もう本当もう相手にすごい感謝あるし、うんうん、でも自分もっとこうすればよかったっていう反省点だとか、うんうん、でなんかもう泣きながらいろいろ語ってたわけですよ、うん、そう、そしたら、うん、あの深夜の0時ぐらいかな、うん、あのいきなり電話が来まして、うんうんうん、彼氏さんから、うん、まあ、これ私の動画では一切何も言ってないんだけど、うん、そう全部撮り終わってね、うん、こっちもサウナ入り終わって、うん、寝るとこでろよ、うん、で電話来て怒らないで聞いてほしいって、ああ今ベラの前にいますって言われて、私もう理解が追いつかなかった。 あの人間ってこんな理解追いつかないことあるんだなっていうふうに思って、うん、だって沖縄だよみたいな、沖縄でしかも泊まってるところが空港から1時間半から2時間ぐらい、2時間ぐらい遠かった遠かったでしょ、遠かった、そうで、ビラの前にいるっていうふうに言われて、どういうことみたいな、うんうんうん、もう時が止まるんですよ、うんうんうん、人間理解が追いつかない時って、うんうんうん、そうで、そしたら来てくれてて、うん、で、なんかちょっとね、お話 してたら、うんうん、あの、畑とサバだと青汁と一緒に来てますっていうことで、うんうん、なのみたいな、なんかさ、別れた、ね、こっちもね、別れたばっかだから、うん、会いたい気持ちがやっぱ好きな気持ちがあるよ、うん、ただ、うん、やっぱでも好きだし大切だからこそ中途半端な関係にはやっぱしたくないっていう自分のやっぱ気持ちもあったわけ、うんうん、そうだから会うことは今はちょっとやっぱやめとこうっていう風に思ってたんだけど、でもやっぱその会いに来てくれたっていう気持ちはやっぱ嬉しい、うん、すごい嬉しい、うん、嬉しいけど、うん、半分怖いからね、本当にいや怖いからマジで、畑のせいだわ、ね、だって俺行くつもりなかったんだよ本当に、うん、で沢田が行くってなって、そうだから沢田がなんか沢田にね、なんか沖縄のどこ泊まってるんですかみたいな、そうなんか仕事の LINE のついでに来てたから、うん、あここだよみたいな、送ったら、あそういうことだったのみたいな、そう俺知ってますよって沢田が言うから、いや絶対違うよ、聞いたでしょ沢田に、ペンチャムの泊まってるとこどこって、絶対青汁の人は聞いた、いや時系列的には本当違うよ、本当に違う、本当に違うの、でその後いや知ってますよみたいになって、だったらじゃあまあ行くかみたいな、そんと冗談半分で言ったら行っちゃう、いやでも多分自分のそのなんつうのお付き合いしてた人は、うん、多分本当にみんなに感謝してて、うん、やっぱきっとなんか しんどかったりするじゃん、うん、だからきっとなんかその中でなんかそばにいてくれたからみんなが、うん、なんかそれですごいなんかパワーもらったじゃないけど、うん、心強くなってると思う、それはなんか我々のことでいろいろねご迷惑をおかけしながらありがとうございます本当、まあ、だ本人は、まあ、僕も含めてこうだったらじゃあ一言最後言った方がいいんじゃないですかみたいな感じでちょっと言った部分はあるんだけど、やっぱなんか喧嘩してギクシャクした感じになっちゃってたから、それがなんかしんどいみたいな感じだったから、じゃあ最後一言、うん、まあ、でも言って、ね、いい形に終わるのか、もしかしたらじゃあもう一回
そういう風になるのか分かんないけど、悔い残さない方がいいんじゃないですかって言った。なるほどなるほどね、うん、あ、そうでもね、うん、結構なんかもう円満な感じの、だお互い別にそう、うん、なんかどっちが悪いとかもなくて、うん、そう嫌いになったとかも本当にそういうのもなくて、うん、そうだからなんかなんちゃう仲いい、まあ仲いいっていうか仕事の連絡のやり取りとかもあるんで、うん、あの全然円満な感じで終わってます。うそう、ただ喧嘩じゃなかったよ、あれは。違う、喧嘩ちゃんと分かんないからさ、その二人のことさ、ね、どこまで聞いていいか分かんないし、うん、びっくりしたわ、あれは。とりあえず話した方がいいんじゃないですかみたいな、うん、軽いノリでね、言ったら。そう、でもね、ありがとうございますね、なんかいろいろ大変な旅だったな。さすがにびっくりしたよ。だからそれでなんか私その時にさ、みんな来た時にさ、なんか私に人権ないんかなってなってで LINE 送ったのよ、みんなに。なんか私の気持ちは本当にこういう感じで来てましたね。で、なんか青汁とかもそれその LINE 見たとかわかんないけど、めっちゃ気まずそうに運転席いて畑犬とかのせいにして、畑犬とかのせいにして、ごめんね。いや、それどういう状況わかんない。軽い気持ちでね、ちょっと余計なおせっかいところね。はい、それでさ、うんうん、みんなで沖縄のさ、あの端っこに来るってなかなかすごいよ。で、しかも何が面白いかって、で、私その多分みんなが帰った翌日に帰ったんですけど、青汁たちに名古屋いたでしょ。名古屋いた、名古屋いたでしょ。すぐ噂になってたからね。なんて、私レンタカー借りてて、でレンタカー返しに行くときに、あ、そういえばなんか青汁王子たちも2日前来たみたいですねみたいな、一緒にいたんすかみたいな、なんか一緒に来てたことになってっからね。なんかすごいね。そうそう、いや怖いね。怖いっすね。まあでもいい旅でした、いい旅でしたね。あ、本当に。なら、まあ、それのためにだけに行きましたから。いや、本当、なんかね。美咲さんが運転してましたから、2時間。2時間で。ほんならありえましたよ。え、でもそれは私も言った。なんか、自分の感情を最優先して、動いちゃうところは、あの、直してほしいじゃないけど、こういうふうに人を巻き込みながら、なんかそういうふうにするのはやめてねっていうのは、そう、一応伝えた。なかなかいろいろ我々もあれで巻き込んでしまいそう。いや、本当に行きたくて。まあでも、ね、まあどういう形になるのかわからないですけど、うんうん、なんか二人が選んだことがいい結末になるように僕は祈ってます。そうだね、はい、そうなので、なんか、うん、やっぱ別れてはしまったけれども、うん、なんかやっぱいい縁じゃないですか、うんうん、なんで、まあ、お互いの理解者じゃないですけど、うん、なんかまた別のなんか形でね、うんうん、仲良くさせていただきます。まあいい恋愛だったってことですね。すごいいい恋愛だった、うん、よかったですね。本当に良かった、本当にいい恋愛でした。本当にいい、本当にいい人、うんうんすげえ気まずそうにするじゃん。でも、そう、でも、わかんない。たかが5ヶ月ってかもしれないし、うん、5ヶ月は短いっていうふうにね、思う人もいると思うんですけど、うん、確かに短いかもしれないけど、でも本当にその分、本当になんか、5年分ぐらいの濃度の濃さっていうか。そんなってたんだ。うん、そうだね。会うことも多かったし、いろいろ学ぶことも多かったし、すごい成長する面もあったし、うん。でもなんか、難しいよね、恋愛って。やっぱ苦しいこともあるじゃないですか。それが多分人を成長させると思うんですけど、こんな苦しい思いするんだったら恋愛なんてしない方がマシだとかさ、思ったりも。やっぱどんな苦しい思いしたの？いやいやいや、そんなないやなんつうの、本当にやっぱしんどい時とかに、あの、ずっとそばにね、いてくれたりとかしてくれてたと思うんで、本当になんか感謝してました。ありがとうございます。お互い好きですかね。まあね、お互いのこと知ってるし、はい、うん、私もそう好きなんだよ。難しいよね、大人ってね。難しいよ。やっぱ好きっていう気持ちだけじゃさ、うん、違うじゃん。確かにね。なんか